ポパイ・ジョーンズこと、ロナルド・ジェローム・ジョーンズは、アメリカ合衆国テネシー州ドレスデン出身の元、プロバスケットボール選手。NBA のダラス・マーベリックスをはじめ、複数のチームでプレーした、ジャーニーマンである。身長203センチメートル、体重120キログラム。ポジションはフォワード。引退後は、ダラス・マーベリックスとニュージャージー・ネッツの、 アシスタントコーチを経て、現在は、デンバーナゲッツのアシスタントコーチを務めている。マレー州立大学でプレーし、1991年と1992年には、オハイオバレーカンファレンスのアスリート・オブ・ザ・ヤーも受賞した。ジョーンズの背番号54は、マレー州立大学の7つの永久欠番のうちの1つである。 通算2057得点は、マレー州立大学歴第4位、通算1374リバウンドは、同大学歴第1位であり、通算2000得点以上と1000リバウンド以上を記録した選手は、マレー州立大学の歴史ではジョーンズだけである。1992年のドラフトでは、ヒューストンロッケッツから全体41位指名を受けるが、直後に、 ミシガン大学のエリック・ライリーのドラフト指名権と交換でダラス・マーベリックスにトレードされた。NBA 入りする前に1シーズンをヨーロッパでプレーした後、ジョーンズはマーベリックスで3シーズンをプレーした。その後は移籍を繰り返すジャーニーマンとなり、トロントラプターズ、ボストン・セルティックス、デンバー・ナゲッツ、ワシントン・ウィザーズでプレーした後2002から2003シーズンを ダラスマーベリックスでプレーしたが、82試合中26試合に出場するにとどまった。翌シーズンのゴールデンステートウォリアーズが彼の最後のチームとなった。ジョーンズのキャリアで最も輝かしい成績が残ったのは、ダラスマーベリックスに在籍していた1995から1996シーズンである。ジョーンズは前年の平均十点三得点、十点六 リバウンドを上回る、シーズン平均11.3得点、10.8リバウンドを記録し、2シーズン連続で平均ダブルダブルを達成する。このシーズンには1試合28リバウンドも記録し、これは今でもダラスマーベリックスのチーム記録である。ありがとうございます。